さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、開封するのが楽しい、このスクールアイドルたちのカードゲームです。ラブライブ、スクールアイドルフェスティバル2、ミラクルライブ、カイスシュバルツブースターパック。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。ラブライブシリーズのスクールアイドルのカードが収録された、パイスシュバルツのブースターパックが登場します。嬉しい！ミューズ、アクア、虹ヶ崎、ビレアの、全39人のスクールアイドルたちのカードが収録されていますよ。イラストは、スクフェス2で登場するカードイラストとなっています。レアリティの違いを含めて、100種類以上のカードがラインナップしています。いろいろあるんだね。レギュレーションは、各グループで組み合わせてデッキ構築が可能です。これまでのラブライブシリーズで登場したカードとも組み合わせて、デッキを強化できます。あなたの推しメンを活躍させる、最強のデッキを構築してみてはいかがでしょう。粉砕玉砕大喝采！ほのかちゃん、シカちゃん、アイムちゃん、カノンちゃんの各グループのリーダー4人には、新規書き下ろしのイラストが用意されています。稀に、白押し仕様のメンバーサインカードが封入されていることがあり、39名全員分が収録されています。また、出演キャストの白押しのサインカードが4種類収録されています。ファンサービスだ！ボックスで購入すると、特典として、PR カードが、全4種類から、ランダムで1枚封入されています。1パックにカード9枚入りで、ワンボックス16パック入りとなります。どんなカードが当たるのか、推し面のカードが当たるのかは、パックを開けてからのお楽しみです。あなたの推し面のカードをゲットして、最強のデッキを構築してください。しんどい！推しが頻繁に供給くれるなんて、あたいしんどい！こちらのパックは、10月27日に発売です。そしてお値段は、6480円です。もし、あなたの推し面のサインカードをゲットしたら、SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事を、下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして、注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。